はい、1液タイム終わりましたので中間リースします。じゃあ帰りに買ってた買ってきましたよ。クルトさんお友達やだえっちゃんじゃない、もう買った時ね、えもうお金納めた時、あら気がつかなかった、混んでてその人、はい、彼女があ、いたんだ、いたの、知ってたけど、ああなんかわざとそういう風に来てるって思われて嫌だし、まあそりゃそうだよね、うんうん、一緒にさ、ビニール詰め一生懸命やってた、一緒にさ、売る方二人いたのかな、そこには、うん、なるほど、うん、混んでるね、さん、びっくりしちゃった。俺も食べたいなと思って、夜だけいつもさ、うん、もう閉まっちゃった時だったからね、うん、とうとう、あそこで食べてない、あ、私も食べてないけど、いつも袋に入ったの、製品買ってくるけど、うん、でも久しぶりに食べました、これで。お兄ちゃんとこ行って、嫁さん、今日作ってやるから、はい、帰ってきたらだってご飯ができてるもんね、お家の嫁さんなんか、私行ってる時はお母さん嬉しいな来るとすぐ食べられるもんね。